もう何にも探さなくていい、本当の自分探しすらしなくなった時、お前は宇宙の輪の中、宇宙の流れを生きるだろう。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god、 お前が神だぜ、 Oh my god。 ヨッピータガピ吉川貴博、チャララン、ランランラン、ピゲシラガマミレ、サトリマスター、おちょんちょんプリーズということでね思いつきでこうやって捕まるポーズしちゃった、おちょんちょんプリーズに対してね、テーマもね、なんやねんっていう感じよね、本当にね、うん、言葉にしても意味がねーとかって思うけども、まあまあまあ今日もね、おしゃべりしてっちゃおうかなと思います。今日ねお伝えしたいのは、まあ何もね、もう探さなくていいんだよっていうこと。まあ、これはね、すごく言葉にしちゃうと矛盾してくるんだけども、まあ、僕のセッションとかをね、受けてくださってる人に対しても、セルフカウンセリングやっていただいたりとか、お前ごとヒーリングやね、個人調律っていうものを提供して、エネルギーの循環もサポートしながら、お前は神だぜっていうね、まあ、大したことじゃないんですよ。お前は命そのもの、この宇宙の流れの一部そのもの、宇宙の流れそのものですよってことを、まあ、取り戻していくというか思い出していくというかね、ただ頭でその知識として聞いても意味がないから体験していってもらうわけですけどもね、体験をしていくともうね自分の変化とか気づきとかそういったものをね、まあ、観察してただ見てってくださいって僕も一応アドバイスしたりとかするんですけど、そんなものすら探さなくていいんだよってこと、本来はね自然と気づきが起きてくるし、変化もお前の命の力が、お前ボットが自然と変化をさせていくものだから、気づいたらというかね、気づいたらあこんなに変わってるじゃんみたいなさ、だからなんていうのかな、なんか理由を探してさ取り組むみたいな、過去にね自分が、こういう気持ちにはもう自分をさせたくないみたいなさ、寂しいとかね、一人ぼっちなんじゃないかみたいな孤独心、孤独心、孤独感孤独心って言わないのあんまりね、孤独感ね、そういったものをなんかこう抑え込んだりとかね、だから、自分じゃない自分を演じてというかさ、我慢させて、人とつながろうとして、自分の感情もね否定するようになっていったみたいな、そんなこともセルフカウンセリングとかで取り組んでもらうんだけども、だけどもだけども矛盾したかのように、もうそれもする必要はないんだよっていうことに、まあ立ち戻っていくというか、そうなるとどうなるかっつったら、まあやっぱり一言で言えば今を生きるようにしかならないやないかみたいなね、もうこのままでよかったやないかみたいなね、過去もずっとそうやって実は生きてきたやないかみたいなね、ただいつしか苦しくなってとかさ、外側からインプットした情報でこう惑わされてというかさ、幸せっていうものがどこか遠くにあるんじゃないかみたいな錯覚、幻想の中で人は生きている。そうすると外側とね自分を比較してもっとそういうものを手にしているような人にならないとダメなんじゃないかとかさ、そんなことで自分を測るようになっていくんだけど、もう自分を測る物差しすら本当はないんですよね。これいい、また名言が出たね。自分の幸せを測る物差しはないみたいなね、だからね、宇宙の法則、宇宙の原理原則っていうものも言葉にするとこれ全部嘘というかさ、これはもう散々この動画の中で言ってるんだけど、もうしょうもないわけですよ。そんなことより踊ろうよっていうね、前々からいつも歌ってるけども、探し物は何ですか、見つけにくいものですかつってね、まだまだ探す気ですかつってさ、それより僕と踊りませんか、うふふつってね、もうふふなんだ、もうふふなっちゃえばいいだけね、ちょんちょんちょん、おちょんちょんプリーズつってね、心と体と魂エクスタシーファンタジーみたいなね、なんかもうよくわかんないでしょ、うんそんな感じなんですわ、うんね、だからね本当になんかその自分を見て人を見てね、この世界を見て宇宙を見て、なんかここが足りないんじゃないかみたいな気持ちになるかもしれないけど、本当に丸ごとそれで完璧みたいな感覚で生き出すと、もうその丸ごと完璧なんて言葉なんかどうでもいい、完璧の中であなたは生き出すから、まあやっぱり今を味わうようになる、今を楽しむようになってくる。奥さんがこんな文句を言ってるとかね、うちの里子がねプンプクリに怒ってるとかね、前はね、もっとそれを収めなくちゃいけないなんて俺気持ちで生きてたんだけど、今はもう大歓迎、
さとこがプンプクリになってね、ああでもないこうでもないですね、もう不満たらたらね、そんな表情を見てるとなんかこう楽しくなってくるというか、なんか笑けてくるというかさ、なんか姫ちゃんがね、掃除機で毎日追い込まれてさ、こんなものに挙動ってるような顔を見て笑うのと同じような、なんか愛らしさというか愛しさみたいなね、感じをなんかも最近はね、楽しんでます僕はね。だから昔だったらそこをなんかなぜか問題視して、ちょっと奥さんもっと変えなくちゃみたいなね、もっとその怒らない人になっていかないとみたいなさ、結局それって自分が自分に言ってたことでしょ、怒っちゃいけないとかさ、押さえつけなくちゃいけないとかね。でそれが、だんだんさ詰まりに詰まって、自己探求やら、そのね、心理学やら、スピリチュアルみたいなね、ところに、足を踏み入れたとしても、結局はそこの教えに縛って、もっとこうならなくちゃ、ああならなくちゃってね、本当の自分はこれじゃない、これじゃない、これじゃない、どこにいるんだろうってね、探しても見つかるわけないやろ、だってこれそのものが、もう宇宙、お前そのものなんだよ、みたいなね、オーマイゴッドみたいなね、ワンネスラブみたいなね、もう何言ってるか本当にわからないでしょ。ね、だ僕の言葉もはちゃめちゃなのも実はある意味それで正解というか、もう言葉巧みに説明できちゃうのはそれはそれでブーなんですよね、まあ、だからね、最近では本当にもう沈黙のね、無の境地のその無の周波数、無の領域というかね、つながって、まあ、お前ごとヒーリングを通じて、なんていうんですかね、まあ、ある種瞑想を一緒にしてるような感覚というか、まあでもそんな堅苦しい感じじゃなくて、まあ、ただもう普通にねリラックスしたまま30分とか僕がつながってるのとつながっていただくと、その人の命の力ってだってもうよく知ってるわけですから、だからまあ簡単に取り戻していくというかね、そんなになっちゃいましたっていう感じ最近はね。ちょっと前の僕は目覚めてない人たちを問題視してね、スピリチュアルに迷ってる人たちを問題視して、そうじゃないそうじゃない、これなんだよこっちなんだよみたいなね。で今と言ってる言葉はね、まあ、あまり変わらない、指し示してるものは変わらないんだけども、ただ今の僕の感覚だとそれでええやないかっていうこと、スピリチュアル難民万歳やないかって、本当になんかね言葉変だけど、スピリチュアル難民それでハッピーやないかみたいなね、人生の迷子迷い人になったハッピーやないかみたいな、もう全部ハッピーやないかみたいなね、いろんなことが起きるよ、いろんなことがあるよ、でもそれを味わう、それがもうハッピーそのものやないかっていうね。だからハッピーっていう言葉すらも言ったら嘘だよね、もうね、愛とか幸せとかっていうのもこういうものって言ったらこれ全部嘘だって、これなんだもんね、これね、 KOREこれね、なぜかね、ちょっと時間引っ張るためにアルファベットでちょっと言ってみたんだけどね本当にそう、これ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 なっつってね、それしかないわけ、そういうところにね立ち戻ってくると探さなくなりますよ、いろんなものを。だからね、僕セッションでセルフカウンセリングやっていただいて、その後もなんかそのただね味わうためにそのまんまありのまんまを生きるっていうことを指し示したくて、セルフカウンセリングやっていただいたりとかねしてるだけなんで、インナーチャイルドがまだ私の中にいてとかね、私の愛がまだ、育ってなくてとかね、まだ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 私はダメっていうのは違うんですよ、もうそれしかないんですよ。苦しいんだったらもう苦しみなせえよっていうことをね、あもうプンプクリにお腹がね、もう腹渡が煮えくり返るぐらい腹立つんだったらもう腹立ちなせえよってことね、それしかないわけだから。で感情を解放したらゴールがあるっていうのもこれ幻想ですからね、違う、そんなんじゃない、もう感じてること自体がハッピーラブね、そういうことね。だから本当の自分っていうものがどっかにいるんじゃないかとかね、まあ、自然体って言葉は僕も使ってるけど、自然体の自分が、今が自分が不自然だから自然体の自分がまだまだどっかにいるんじゃないかみたいな、まあ、言葉で指し示すんだとしたらそういう言い方もできなくはないけど、でももうそれ自体が自然、これが自然なんだもんだってね、お前は、宇宙そのものなんだよってことで、今日ももう一度、伝えたかったんで、こんな切り口で話してみました。いやーね、最近もう姫ちゃんが本当になんかみんなに紹介するたびに愛らしい行動をねより取ってくれてるように見えて楽しいですね、まあそんな感じで、今日は終わっておきましょうか。じゃあ最後にご唱和を、オーマイグッド、チャンネル登録&いいねボタンよろぴくお願いします。じゃあ今日も神猫ちゃんどうぞ。さあ今日の
不格好姫、この時間がやってまいりましたね。最近出演率が高いね。出演率言いづらいね。そんなのどっちでもいいかねえ。姫ちゃん何って顔してんだよね、またね。何あたいのこと見てっつってね。ねえ、すぐに挙動ってパニックになっちゃうからね。ウケるなあ姫ちゃん。姫ちゃんはさ、撮りやすいんだよね。いつもこうやってさ、床に落ちてるじゃん。だからさ、ねえ、あとおちょんちょん丸出しでしょ。ね、今日はちょっと短めバージョンでしたけども、姫子でございました。